今はどうですか、どんなところを目標にして練習に臨んでますか。去年が結構いい成績を残せたので、それ以上のいい成績を残すのと、自分の毎回自分のベストが出せるようにしたいです。4回転 とこれからトリプルアクセルを習得して、トリプルアクセルも入れれるように頑張りたいです。注目がどんどんされてて、取材とかも来ると思うんですけど、インタビューは慣れました？まだ慣れてないんです。緊張しますか？試合とどっちが緊張しますか？それは試合です。今シーズンは4回転2本を曲に入れたいなと思います。で、来シーズンは 3A をトリプルアクセルを完璧にして、全日本ジュニアで優勝したいです。で、その次のシーズンは4回転サルコーを飛べるようになって、その次のシーズンでは4回転ルッツを飛べるようになって、全日本で優勝して、で、その次のミラノオリンピックで金メダルを取りたいです。ていくと思うので、そのショートもフリーも全部完璧な演技がしたいなって思います。ステップやって、ステップ全力で、全力で、今年はジュニア1年目で、全日本ジュニア初めて出れるように頑張って、全日本ジュニアで6位までに入って全日本に出たいです。わかりました。今のは練習したんですか？少し練習しました。
今シーズンは特にその一年中調子の波がないようにしていきたいなと思ってます。まあ、4回転も必要なんですけど、とりあえずアクセルを完璧にしないといけないなと思っているので、アクセルが飛べるようになったら4回転もしっかり練習していきたいなと思ってます。まあ、今シーズン の、 その最終の目標は全日本で表彰台になりたいと思って練習はしています。表彰台ってことは一応オリンピックも目標とはしています。どこか一つでも絶対に勝てるっていう自信のあるものを見つけないとなと思っています。スケーティングとかすごいスピードを出すことは結構自分は得意としていると思うので、最初から最後まで勢いが落ちないような演技ができればいいなと思って、そこを今磨いています。全日本までにきちんと準備が完璧にできるようにしてオリンピックを目指したいです。先生は結構今シーズンは頑張ってって1年だけ頑張ったら次はもう休憩してもいいからみたいな